メンチュヘテプ四世は古代エジプト第十一王朝の第六代ァラオ第十一王朝の最後の王であるがその知性についてはよくわかっていないサッカラやアビュドスで発見されている王名表ではメンチュヘテプ三世が第十一王朝最後の王であるとされているまた別の記録ではメンチュヘテプ三世の後に七年間の空域間があったとされているこのように 後世の公的記録の多くでメンチュヘテプ4世の存在は抹殺されている。彼の存在を示す同時代の遺物もメンチュヘテプ4世の名が記された第12王朝のアメンエムハト1世の時代の容器の破片などがわずかに見つかっているだけである。だが一方でワディハンママートに残された碑文から当時の最小権上エジプト総督の名前もまたアメンエムハトであったことがわかっている。 メンチュヘテプ4世の石棺に使用する石材を求めて、軍隊を引きこむ地に遠征したという彼と、第12王朝の初代王アメンエム派と一世の二人が、同一人物である、可能性は極めて高いと考えられ、最初、アメンエム派とは、遠征に用いた、軍事力を背景にクーデターを起こし、メンチュヘテプ4世を位したのだろうと推定されている。いずれにせよ、第11王朝は、 メンチュヘテプ4世をもって終焉を迎えた。メンチュヘテプ2世により、エジプトが統一以後されてからの存続期間はわずか30年足らずであったが、テーベに確立された王権は、アメンエム派と一世によるエジプト第1に王朝によって引き継がれた。ありがとうございます。